どうも皆さん、ティングでございます。今回はですね、え、ちょっとトるトると言ってて時期が遅くなってしまいましたが、セントラルパイソンマルスの給仕動画でございます。今回はチェーン編ということで、餌のサイズを変えたりとかそういったことがなくてですね、チェーンをして餌をあげるというシーンでございます。 まず最初に注意なんですけども、この動画にはですね、ヘ、え、ビ、ー、が餌を食べるシーンが出てきます。ヘビが苦手な方は当然あれですが、えー、餌っていうのは冷凍ラット、冷凍マウスになります。だから凍ってるネズミですね。えーまあ、凍ってるっていうか、まあ、死んだネズミになります。で、そのネズミをヘビが食べるというシーンがありますんで、苦手な方は、えー、もう今の段階でブラウザバックしておいてください。お願いします。はい。では行きましょう。 えー、ことの経緯としましては、うちのセントラルパイソンマルス君はですね、ずっと、えー、ラットを食べておりました。えー、今最後に上がったのはラットの L サイズのとこまで上がったと思いますが、えー、ある日突然ですね、ラットを食べなくなったんですよ。もう一切見向きもしなくなりました。で、困ったなという時に出た対策がこれでございます。 基本的に通常チェーンっていうのは何かってうとまあこうヘビがいた時にですねこうまあ最初食べてますよねパクパクパクと食べてますよねで食べてて最後食べ終わりそうな時にこう口がちょっと開いてる時に次の餌を入れるんですよこっちからこっちから口にこう当てがってやったりちょっと突っ込んでやって流れて食べさせるとこれをチェーンというふうに言いますであのチェーンっていうのは一般的には多分ラッ ラットに切り替えるタイミングでやられる方が多いんじゃないかなと思います。ラットに切り替えるタイミング、ヘビの、まあ、大型のヘビですね。飼ってる。大型っつってもカーペットパイソンとかそれぐらい2メートル級のヘビですかね。ぐらいのヘビを飼うときにですね、一つの難解になってくるのが、餌をマウスからラットに切り替えることになるわけですが、まあ、やっぱラットの方が栄養価が高いので、マウスからラットに切り替えたいというのは通常の発想だと思います。まあ、それにマウスですとどうしても量必要になってきますんで、大きいラットで、 あの、量を少なくしてコスパを良くしたいということです。やっぱちょっとあんまりちっちゃいのいっぱいあげるってのはコスパ的に良くないですからね。で、その切り替えになるわけですが、やっぱマウスとラットっていうのは根本的に種類として別の種類になりますんで、匂いがちょっと違うんですよね。それを敏感に感じ取って嫌がる子っていうのはやっぱり、 え、います。まあ、少数とは言いません。おります。んで、そういった子に対して、ラットに慣れさせるために行う方法が大体チェーンが一般的かなというふうに思います。まあ、そういう意味でのチェーンっていうのはよく使うんじゃないかでしょうかね。はい。で、あの、結局、まあ、ラットを食べないとなった時にチェーン以外にも、ま、様々な方法っていうのはあるわけですけども、そのラットの匂いっていうのは苦手っていうところで、まあ、やられるのはそのマウスを食べさせてからのラットのチェーン。今回のはこれになります。マウスをさっき食べさせて、で、そのマウスを食べ終わるタイミングでラットをぐっと口 に突っっ込んででやってラットをついい食べさせるというマウスからラットのチェーンあるいはあの匂いっていう観点から言ってあのマウスの匂いは大丈夫ってことでマウスとラットを一緒に解凍して匂いをラットにつけるというような手法をされる方もいますね。 これはでもちょっとね、あの賛否あると思うんですけど、俺は逆効果になってる気がする。うちの、なんやろ、セントラルバイソンマウスで、ラットとマウスを一緒に解凍すると、マウスにラットの匂いが多分ついてんやろうな。ちょっとね、マウスに対する反応は悪いかなという気がしますんで、一概にこれはどうなんかなというふうに思ったりしますけどね。で、逆に匂いが強いってことで、湯煎して落としてしまうっていう方もおられます。もう湯煎の、 うちももう最近は直接水にドボンしてますけれども、そういったタイプのことでやって、えー、水でもう匂いを落としきってしまうという感じでやる方もおられるようですね。まあ、ちょっとラットを食べないときっていうのは色々手段としてあると思いますが、まあ、チェーンが多分一番、えー、スタンダードかなというふうに思います。ただ、あの、チェーンね、してやっても、それでもラットを食べない子っていうのはいます。えー、自分がこのセントラルパイソンのマルスが食べなくなった時期に、まあ、ちょっとこのチェーンの方法がね、もう全く頭になかったです。どうしようかなと思った時に、もう、 普通チェーンって結構一般的といえば一般的な手法だと思うんで割とこうすぐ出てくるはずだったんですけどもなぜかその時全然出てこなくてどうしようかなと思って調べてる時にちょうどうちのセントラルパイソンマルスと同じ時期アダルトラット L に切り替えた直後ぐらい同じぐらいの大きさの時にあのラットを食べなくなったセントラルパイソンくんの話を書かれてるブログを見つけました まあその方のブログは、あの自分のブログとかでもちょっと紹介させていただいたりとかいうことはしましたけれども、えー、そういう方がおりまして、まあ、セントラルパイソンの、お、という同じ種類で同じタイミングに拒食してるっていうのはなんとも運命を感じてしまうんですが、そういったことがだから他にセントラルパイソン飼われてる方にはあるのかもしれませんし、あの、そういった方が書かれてるとこには、チェーンでセントラルを食べたと。セントラルを食べたんだけど、別の種類の子は、チェーンしたらラットだけ吐くっていうパターンの方もおられました。 ラット食べさせてやったと思ったら、えー、次のタイミングにはラットを吐いてるというふうなこともありまして、一概にチェーンやったから100%うまくいくというわけではないです。もうそれでも、カくなナにラットを拒絶するタイプの子はおります。そういった場合はもうマウスでやっていくとか、まあ、あるいは取り使うとかそういうのも出てくるのかもしれませんが、まあ、マウスの数上げるっていうのが、えー、割と早い対策なのかなという気がします。食べる餌にしとくっていうのはね、うん。まあ、妥協点ではありますけどちょっと話し逸れましたが、えー、そういった色々ありますんで、ちょっと一概にね、 あの、うちのセントラルパイソン、あるいはカーペットパイソンがラット食べねえから、 あの、チェーンやれば100発110でうまくいくというわけではないと思います。ただまあ、あくまでも一つの方法として、え、紹介できればなと思います。まあ、だって実際にチェーンって聞いてても、どんな感じでやるのかなっていうのもあって、まあ、俺も正解かどうかわかんないですよ。これからやるのが。割と、マルスも多分ちょっとチェーン慣れてきたのか、目の前に出すだけで自分からパクって来てくれる時もあるんで、あの、一概にこれが正解とは思いませんけど、まあ、こんな感じっていうね、の動画の記録としても残しておきたいっていのもありますんで、えー、ちょっと撮れたらなと思います。はい。 なまあ、結構一般的なことをそのまま映すってだけですよ。<laughs> 言ってしまえばね。言ってしまえばそういうことなんですけども。え一つ参考になればなと思います。はい。じゃあね、えもう早速もう休止のシーンまでえ飛びたいと思いますんでえ、動画ではもうポンと飛ばしますんで、え、ラットを、まず、ごめんなさい、マウスを食べさせて、で、その後、ラットを食べさせるという形であげたいと思います。はい。じゃあ行きましょう。 えーとですね、あの、食べてるところに飛ぶと言ったんですけれども、ちょっといろいろ事情がありましてですね、こんな感じになってますが、あの、ちょっと説明させてください。<laughs> まあ、あの、俺のね、ツイッターとかブログとか、えー、生放送とかそういったものにもろもろ来てくださってる方はね、多分、あっっていうね、あっっていう事情を察知していただけると思うんですけど、先ほどまで撮ってた前半のチェーンっていうことに対する説明部分と、 今この部分、後半の部分っていうのは、えー、おそらく3ヶ月ぐらい間が空いてます。今ここ喋ってるところ。<laughs> 3ヶ月ぐらい間空いてます。あの、あそこでね、すごい熱くこう、チェーンっていうのはどういうもんなんかっていうのを熱く語ってね、いざ、休止しようと思ったらですね、その日から、えー、うちのこの目の前にいるマルス、えー、ちょうど巨食に入りまして、えー、3ヶ月間一切餌食べませんでした。一切。で、その状態で、えー、今日ですね、 この動画を撮り始めてるということは、えー、食べました。はい。見事食べましたんで、一匹目食べましたんで、えー、二匹目を動画に収めさせていただけたらなと思って、えー、準備しております。はい。なんで、えー、ちょっと3ヶ月間空いてますんで、あのー、ちょっとね、 最初の俺のテンションと、今の俺のテンションが若干違う感じがね、あるかもしれませんけれども、そこは、えー、ご了承いただきたいなと思います。はい。えー、ということでね、久しぶりにチェーンの動画が撮れれば、続きが撮れるということで、私自身も非常に興奮しておりますので、えー、皆さんにようやく食べてる姿をお見せできるという形になってると思います。はい。じゃあもうね、えー、続き食べてるシーンに飛びたいと思います。 はい、えー。じゃあね、マウルスに実際に餌あげていきたいと思います。いきますよー。もうね、チンタらやってるとね、時間かかっちゃうんで。パッパパッパいきます。はい。あ扉が当たりそう。はい、来たどうカモンおいーはい早、はい。<laughs> ちょっと待って、今の見えなかったですよね。ごめんなさい。よいしょ。ちょっとね、見づらいかな。三脚ちょっと位置調節します。いい感じに。どう完璧。 これはかなりマウスの限界に迫っていってる <laughs>。これでも見にくいですね、だいぶね。はい、えー。今のはマウスですね。アダルトマウス L ですんで、かなりちっちゃいサイズになります。これをあげて、えー、食べきる頃にラットをスッとあげるという感じです。今もう手元にラットはね、えー、スタンバってあります。えー、3ヶ月ぶりに、えー、食べた餌の <laughs>。 映像をお送りしてますけども。長かったね。ああ、いや、もっと長い居食経験されてる方ね、蛇飼ってる人でたくさんおられるんですけれども、マルスみたいにこう、コンスタントにしっかり食べててくれた子がね、こんだけガバッと開くと、やっぱりね、飼ってる方も大変ですね。うん。やっぱり餌食ってるシーンを見るのがペットを飼ってる上で一番楽しいところだと思いますんで、それが見れないっていうのはやっぱりね、えー、すごい辛いもんはありました。どっちから行くのおケツから行く。ケツから。<laughs> 月 <laughs> ケツから行きましたね、これね。ケツから行きましたね。あの、ちっちゃいんで、マウスがね。なので、もう、ケツから行くときもあるし、あの、巨食する前は真ん中から行ったときもあった。もうびっくりしますけど、真ん中からバコッと行って、あの、最後二つ折りにするような形で飲み込んだこともありました。まあ、ちっちゃいもんはもう全然どこからでも行くっていう感じですね。まあ、ラットは頭から入れれますんで、頭からやっていきたいなと思います。今日も一応ラット食べ終わるとこまでね。 あの、見せたいなと思いますけど、ちょっとあの、チェーン開始するまでは、ちょっと、いつ食べさせるかっていうのは予断を許さないので、ちょっとちゃんとチェックしときたいんで、あの、見てますけども、それ終わった後、ちょっとね、今映してるケージのお話もちょこっとできたらなというふうには思ってます。ケージ新調したんですよ、これ。新しいんですよ、実は。 さっきのあの前半の説明してるところにね、気づいた方はお見事ということで。まあ、結構あの、はっは Twitter とかブログではもう大々的に買い替えました神経じドーンとか言ってるから、あの、もうね、基地の事実性が基地の事実なところあるんですけどもね。さあ、いい感じで食べてますね。もう絶妙にカメラ見えへん位置におるところがこの、なんとも言えないでしょ <laughs> 絶妙に見にくいところにいますよね、これね。いや、もう作詞ですよね。これもう考えてますよ、こいつ。 恥ずかしいんですよね、多分きっとね。<laughs> 恥ずかしがり屋だからっつって、なってる可能性ありますけど。さあ、食べてる。もうちょっとで多分食べ終わると思います。もう、あの、ちっちゃいんで、進み始めたら一気にグッといきますんで、はい。全然ね、もうちょっとやと思う。頑張れあと少し。あと少しだけど、なんか綺麗におけつから食べてるって感じじゃないね。なんか見た感じね。若干、若干なんか、よく見えるモードします。よく見えるモード。よく見えるモード。よく見えるモード。 素晴らしい。これめっちゃ見やすいでしょ。めっちゃ見やすいでしょ。ただね、三脚が手の上に乗ってるんで、若干微弱な、微弱なあの振動が出ますけどね、微弱な <laughs>。そのご了承ください。あそこ、そこ行く。あの、この真ん中のね、フレームを回避するためにわざわざ三脚の位置を絶妙に調節したんやけど、その絶妙に調節する必要がなかったところに行く感じね。<laughs> やってくれるなぁ。 なかなかもう、こう、打つさんよう、打つさんようにっていうね、こう、意図的な力を感じますけど。ちょっとね、おケツから行ったせいで、あの、若干飲み込みづらいみたいです。若干。ちっちゃいとはいえ、やっぱりちょっとね、あの、違和感があるんですかね。ちょっと時間かかってますね。本来頭から行ったらもっと早いです。もうあっちう前に飲み込んでますんで、あれなんですけども、ちょっと時間かかってますけど、まあ大丈夫だと思います。全然大きさ的にちっちゃいんで、強引に飲み込みに行っても全然食べれます。 まあ、ラットよりもね、もう、だって、今もうラットより、な、どれぐらいちっちゃいの一回り、二回り二回りぐらいじゃないよね。もう半分以下ぐらいですよね、大きさ的にね。細さで言ったらもっと格段に細いですから、全然問題ないと思います。あ、だいぶちょっと軌道に乗りましたね。スッと入った感じしますんで、ここから、頑張ろう、一気に。ちょっと反対側の扉開けます。ごめんなさい。よし。いや、すごい。あ、うん、もう9045のケージにしたんですけど、扉がでけえよね。9045。 <laughs> 当たり前なんですけど、扉がでけえ。びっくりしますよね。ちょっとね、できたらね、取りやすさを考えたらちょっと動かした方がいいんでしょうけど、あの、チェーンするときにどうせ触るんで、あんまりその直前まで触りたくないっていうのがあるんで、ちょっと待ちます。うん。珍しく、止まったね。なんか止まったじゃん。<laughs> マウス食べときあんま止まったことなかったの止まったじゃん。お久しぶりであれ。おってなってるか今。おって。大丈夫だよ、マルス。頑張れ。あと少し。 あと少し頑張れ。<laughs> あと少し頑張ってくれ。お願い。お願いだから頑張って。<laughs> もうちょっとなんだけどな。おー、来た来た来た。よし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 。動きましょう。動きましょう。そうそうそう。たまに時間止まりますよね。ヘビって餌食ってるときね。なんか、おって。<laughs> なんかを警戒してるのか。なんなのか。まあだ餌食ってるときって自然界で考えたらすごい無防備な時間ですからね。 この時間を敵に見られるとやられてしまう可能性があるわけですから、そう考えると、あの、警戒しながら食べてるのかもしれない。かもね。絶妙に隠しながら食べるよね。顔のとこをね。これでね。もうね、パワーすごいです。マウスを取り去っていくパワーすごい強いんで、あのー、気をつけないとね、ピンセットごと巻き込まれそうになるんで、ちょっとちゃんと、上げ方はね、気をつけるべきす。ちょっとさっき下手くそでしたね、うん。さっきは正直下手くそだったと思います。あんまりいい例ではなかったと思います。 俺、一回目の時は何枚かなうまいこと食べて <laughs>。よかったんだけど。<laughs> まさか食べると思ってなかったんでね。本当に長い挙食を抜けてくれましたんで。さあ、いってる。あ、もうすぐですね。ちょっとスタンバイしましょうか。ちょっとスタンバイします。ごめんなさい。よし。で、まず見やすさよりもちょっとやりやすさを考慮しますよ。はい。これぐらいの位置でスタンバっておきましょうかね。ちょっと回転しないように、カメラとスタンドを固定します。OK。三脚固定しました。これかなりガッチリいってますんで、 で、ケツの方、頭から食べてるときはね、最後、あの、後ろ足が入りかけたタイミングっていうのは一つ狙い目かなと思います。で、頭からいってるんで、これは頭の消え具合に合わせていけば。だから、マウスとラットの頭を合わせる、ちょっと重ね気味に合わせるぐらいでいいと思います。さあ、そろそろですね。はい。もう頭消えてきましたんで、ちょっとそろそろマウスの頭を、マウスの頭を、ちょっと、ちょっとおいで。ちょっとおいで。ちょっと、ちょっと来なさい。<laughs> ちょっと来なさい。ちょっと見に行く 驚異的に見づらい。驚異的に見づらい。もうちょっとだね。もうちょっと先入れば。先入ればって感じですね。ちょっとね、これをこっちに持ってきて <laughs>、この頭 <laughs>。ちょっとダメ、それ。ちょっと、ちょっと、もうちょっとなんとかならメ、マルス、それ。あーごめんよ。ごめん、ごめん。よし。頑張れ。もうちょっと行け。よし。オッケー、行った。オッケー、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 オッケー。この状態で飲み込んでいこう。頑張れ。行けるよ。大丈夫。一回触んのやめようか。オッケー。 食べてる途中触られるんで、やっぱちょっとすごいね、嫌がる子もいると思います。これで食べるのやめちゃうパターンとかあると思うんで、マルスもやっぱさすがにね、触られ慣れてるとはいえ、ちょっと食べるの止まりますんで、これ様子見ながらって感じですかね。まあこれで戻したりってことは今までないんで、今回は別に初めてのチェーンではないのでね、もうチェーン自体は結構やってますんで、えー、このぐらい触っても大丈夫やっていうのは認識はしてます。はい。さあちょっと止まりますよね、やっぱりね。およって <laughs>。時間止まってる時間が <laughs>。 時間止まってるよ、本当に。まあ、でも、セントラルパイソンの顔をこう、まじまじと見れるチャンスではあるのかなと言いましてます。こういうのってね。なかなか見れないですよね、ヘビの顔をしっかり捉えてね。写真撮るの難しいなと思いますんで。まあ、ちょっと不細工な顔ではありますけれども、あの、すごい貴重なタイミングだと思いますね。そうだな、顔がちょうどなくなりかけてるんだけど、口が閉まらないみたいなタイミングが、えー、非常にベストかなと思います。とりあえず、 口が閉まっちゃうとあれなんだよね。なんとか口の中の歯にガッて引っ掛けることができれば、あの、あとは言ってくれるパターンありますけどね。まあ、前半でおしゃべりしても、話してると思います。あの、3ヶ月ぶりやったら一応前半の動画見返してますけれども、あのー、最初の、 あの、とこで言ったように、マルス結構やりやすい方やと思います。本当に難しい子ってすごい嫌がって、なかなか簡単にチェーン行ってくれないと思うんですけど、マルス結構あの口の近くに持ってくだけで、あの、被って行ってくれたりしますんで、まあ今日はどうかわかんないですよ。それは今日はわかんないですけども、結構行ってくれますんで、割とやりやすいと思います。なんで、ちょっと参考にはならないかもしれないけど、来たね、来たね。あ、ごめん、嫌がった。え、行って、お願い。 ちょっと全然見えてないけど、今。全然動画的に見えてないけど。でもごめんなさい。ちょっと、あの、食べてくれる方優先で、あんまり無理やり行きたくないんで、これぐらいにしときます。ちょっと固まっちゃったかなあ、来た。来た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 。ちょっとちょっと体を前にやろうとしてる。いいよいいよいいよ。もっと本当頭持たないとダメな子思います。この子本当頭持たなくても、スッと行って、行ってくれる時が多いんだけど、全然見えてないけど、びっくりするぐらい見えてないけど。 こだいかよしうまい子入ったよし来たいい子だねいい子、いい子今のマルスは本当にあの首元のところとちょっと手添えただけであの言ってくれましたけれども、食べない子は本当に頭がっちり押さえないと食べないと思いますんで、この辺ちょっと加減難しいと思います。見切るまでは。その子に合わせた食べさせ方っていうのは大事かなと思います。これで行きましたんで大丈夫です。はい。もうあとはもう行きます。マルスはこの、これで途中で吐き戻したりってことは今までないので、ここまで行ったら、 えー、あとはきっちり食べてくれます。はい。さあ、最後はね、えー、マルスの食べてるシーンとともに、えー、新調した9045のケージの説明を <laughs> していこうかなと思います。ちょっとケージの全貌が映ってませんけど、ちょっと食べてるシーンやっぱアップで映したいってなるんで、こっちちょっとメインに行きますけれども、えー、今回9045の、前買ってたのが6045のグラステラリウムでしたが、今回9045のグラステラリウムに変更いたしました。はい。非常に、あの、満足してます。大きいですね、やっぱりね。 で、マルスもね、えー、すごい悠々と過ごしてますまあトグロ巻いた大きさの3倍以上はあ,のあるんじゃないかなと思いますマルス3匹入っても大丈夫いくらいな、えー、勢いはありますんで非常に大きいいいケージだなと思ってますはい、まあ、一応ねこれで最後までいってる方も見たことありますセントラルパイソンに関して言えば、まあ、120のケージ使われてる方もたくさんおられますしもっと立派なケージ使われてる方もいますけれどもまあ9045ぐらいを最終に構えてる方も結構 まあ俺は見かけます。はい。なんで一応マルスもこれぐらいのケージサイズが最終になってくれたらなと。いう気持ちではあります。はい。実際どうなるかっていうのはわかりませんけれども、とりあえずしばらくはやっぱこれでね、様子見。もう1年以上はこれでいけると思いますんで、えー、見ていきたいと思います。もうでも言うて2年ぐらい経ってるわけですから、えー、成長もそんなね、激しくするわけではないと思います。すごいですよね。やっぱこのでかいラットをこう飲み込んでいくこの迫力っていうんですかね、やっぱすごいなと思います。で、 9045のケージの説明入れながら言きますけども、えーとですね、945のケージ、ちょっと、ちょっと映しますよ。ちょっと、あ、ごめんなさい。今さっきね、俺、動画、<laughs> さっきあの、餌取りやすいために三脚固定してたんだった。ちょっと緩めますけど。あのー、945のケージのね、この、これ扉なんですよ、これ。これ扉。今ね、ピント全然合ってないですけど、これ扉なんですけど、ちょっと下げましょうか。よいしょ。まあ、グラステラリウムの、あの、一般的な扉ですよね。 これね、60、45の時に比べてね、お、エグゾさん、俺は不満やぞ、これ。不満。すげえ顔映りそうやけど。このさ、立て付けがめっちゃ悪いんだけど、これ。<laughs> この立て付けが。あのね、扉がこう、本来は、こう、閉じた時にピタッとこうなると思うんですよ。これがね、今回のやつ、こうなってんだよね。こう。最後、こう、湿っとき干渉してるんですよ、若干、これ。これね、で、干渉してるせいで、ここのなんか鍵のハマりが甘くて、 カタカタするんですよね。まあ、鍵は閉まってるんですけど、これな <laughs> いや、わかりますよ。もうね、どんなもんにもそのバラつきっていうのは存在しますから、ま、あわかるんですけど、ちょっとなあちょっとな残念かな。扉ってすごい肝だと思うんですよね。なんで、ちょっと見栄えが悪いなっていうのもあるし、こうなってて。 うん、一番大事な部分が一番赤いんやんって気はするんですけどね。<laughs> まあ、しょうがないのかなと思ったりもしますけど。うん、でもまあ、一応、なんていうんすかね、こう、止めるところはプラスチックの成形部品やったりするわけですから、まあ、ね、それなりにガラスやとちょっとね、サイズのね、ばらつきでかいかなと思いますけども、プラの成形部品やったらそれなりにね、いけんちゃうかなって思うんですけども、うん、その辺はもうちょっと頑張ってほしいなと思いますが。さあ、餌に戻しましょう。 90-45のケージはね、これだけ、うん、思ったの。あとはもう基本60-45の時と同じですね。うん。相変わらずエグゾテルはこの上の網が柔らけえし。<laughs> 上の網が相変わらず柔らかくて使いづらいなと思うけどね。うん。まあでもダントツはその分、あの、加工して付けやすいかなっていう感じはしますけどね。はい。まあ時間はかかりますよね。やっぱりね、おっきいサイズ、それなりにでかいサイズですから、やっぱじっくりは食べていくことにはなりますけれどもね。 やっぱ食べてくれると嬉しいですね。まあ、今回この3ヶ月ぐらい拒食していたわけですけれども、まあ多分ね聞きたい方もいると思いますが、結局ティンクさん拒食してた理由は何なんですかっていうふうに話はなると思うんですけど、まあ理由はわかんないです。まずストレスにしてしまえばわかりません。直接の原因はわかりませんが、 まあ、いろんな要素を考えられると思います。一つ、まあ、前回の動画のコメントでも、えー、身体測定の動画かなコメントでもついてましたけども、えー、ケージが狭いんではないですかと、大きいケージに引っ越すって話もしてますから、えー、してあげたら食べるようになるんじゃないですかと。一つあるかもしれない。確かに広いケージに、えー、移した直後、移して1回目の給仕ですんで、確かにその説は有力かもしれませんね。で、もう一つ、あのー、思ったのが、今回ちょっと餌のね、あのー、 ま、湯煎しますよ。湯、お湯に入れて、まあ、解凍するんですけど、その後いつもね、こうタオルで、あの、結構タオルドライしてやってたんですけど、タオルドライしてられる間にやっぱりタオルの匂いがつく場合っていうのはやっぱあると思うんですよね。それが今回ちょっとタオルドライ、あえて荒くしました。あの、本当にほとんどしない状態で結構純粋その水から揚げて、水気だけしっかり切った状態みたいなんで、揚げてます。なので、 タオルの匂いがついてない。まあ、タオルの匂いって我々だから洗濯機で洗ってるような洗剤の匂いとかが多分ほとんど映ってないような状態だったので、それも一つ要因なのじゃないかなと思います。あとは単純に3ヶ月経過して、えー、食べるその時期だったというパターンもあると思います。いずれにせよちょっと直接的な原因が何かって言われると憶測の域でしかないんですけども、一番はでもやっぱりケージの大きさかな。大きくなったからじゃないかなって思うんですけどね。ケージをこのケージに引っ越してから、 初日はね、すごいちょっと慌ただしかったんですけど、二日目ぐらいからなんかこうね、どっしりとした感じっていうんですかね、が見受けられて、なんか、俺今日食べるんちゃうかなっていう確信があったのを事実なんで、すごい顔してるけど <laughs>、すごい顔してるけどね <laughs>、食べるんちゃうかなっていう予想だったんですよ。まあそんなこと言っても、まあこの3ヶ月外しまくってるわけですけど、その予想。でも今回は結構確信があったんで、自分の中で食べそうやなっていう、そういう雰囲気があったんで、 その雰囲気を感じ取った理由はやっぱり広くしたからなんかなというふうに思ってますはいな、まあ、でも一応自分の予想は、えー、形状を広くしたから食べたんじゃないかなという風には思ってますが、えー、あくまでも予想です <laughs> とりあえず食べてくれて本当にホッとしてます、えー、これで、えー、食前と同じ 量、食べましたんで、今ちょうどね、えー、マウス2匹、ラット2匹、動画では1匹1匹ですけれども、この動画の前に、えー、食べてますんで、えー、2匹2匹食べて、あとはチェーンがなくなればいいですね。とりあえず、挙食前チェーンしてたんで、今回チェーンの動画もあったんで、チェーンしましたけれども、これをもうチェーンなしで、えー、ラット食べラットをまた食べるようになってくれてると、個人的には嬉しいなと思います。はい、その辺はまた、 あのー、休日のね、ペース見ながら、また今回食べてくれたけど、しばらく拒食するみたいなパターンもあるかもしれませんので、その辺の様子見つつ、えー、本当にチェーンをやめても大丈夫かどうかっていうのは見極めていきたいなと思います。はい。すげえ立派なワルスが映ってますけども、本当に食べてくれてよかったです。やっぱり餌を食べてくれるシーンは楽しいですね。<laughs> 飼い主料理に尽きるなと思いました。はい。じゃあちょっと長くなりましたが、今回はこれぐらいで動画を終わらせていただこうと思います。見ていただいてありがとうございました。またよかったら何か別の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。